いいお天気の中テストできたと思うんですけど、手応えとかフィーリング聞かせてください。そうですね、まあ、去年の体制から、大きく変わって、まあ、自分のチームで、BMW のマシンを使って、JSB クラスに参戦するようになって、で、まあ、今回、シェイクダウンになったかなぐらいな感じの走行だったんですけど、まあ、とりあえず動いて走れたので、まあ、よしとしようかなという感じです、はい。じゃあまだご本人としてはもっともっと詰めていきたいところはあるし、攻めるためにはもうちょっとアジャストしていかなきゃっていうところですね。そうですね、まだまだ攻めてる段階ではまだ来てないので、その動くかどうかとか、まあ、そういう感じですかね。だけど、まあしっかり段階踏んで徐々にこう一段階ずつ目標を持って、それをこなしながら最後にはガツンといけるように頑張りたいなと思います。